それでは演習として、実際にネットワーク推定するマイクロアレイデータからトランス、遺伝子間ではないんですけど、ネットワークを推定するというツールの使用して、ちょっと遊んでいただこうかなと思います。で、このサイトですね、HTTP 以下の eureka.cbrcjp-asian っていう、Asian っていうツールなので、ここにまずアクセスしていただきたいんですが、もう覚えていただいてもいいし、もしあれだったら Google で CBRC って打ち込むと、このサイト、うちの研究センターに来ますので、そこで、成果実績だっけ、そこに行くと公開している様々なバイオインフォマティクス関係のツールの一覧になります。で、こちらソフトウェアとかデータベース様々ありますが、その次のソフトウェアの方になります。で、ソフトウェアでちょっと下の方に行くと、エイジアンってありますので、これをクリックしていただいても同じところに行くはずです。で、このサイト、こういうふうに出てきますよね。よろしいでしょうかね。で、このエイジアンなんですが、マイクロアレイデータ、トランスクリプトームのネットワーク解析のうちの一つである、ネットワーク解析説明したアルゴリズムの一つのグラフィカルガウシアンモデルというものを元にしたネットワーク推定ツールです。で、マイクロアレイデータがネットワーク推定するアルゴリズムというのも様々開発されていて、4種類大きいのでありましたが、それらのツールというのもできています。できていますが、大体それはいわゆるコンピューターのソフトウェアの会社だったりが、お金を取るっていう、なんて言えばいいんですかね、フリーではないというのがほとんどです。でが、これはちょっと一応フリーなので、フリーのネットワーク推定ツールとしては一番最初にできたものです。世界で一番最初にできたものです。で、続きますね。で、それを、これの原理なんですが、簡単に説明します。まずローデータと E メール情報を入れると、そこから、相関係数行列を計算します。で、結果として相関係数行列を返しながら、これとこれからヒエラルカルクラスタリングを行います。階層的クラスタリングを行う。で、デンドログラムとして、樹形図を出します。で、樹形図を返しながら、その階層的クラスタリングのどこでクラスタリングを切るのが一番ベストか、クラスター数何個がその結果データからクラスター数何個に分けるのがベストかっていうものまで計算します。で、クラスターを決めて、最終的にその決めたクラスター間で、相互作用、ネットワーク構造を出してくるというツールです。で、細かいことはいいんですが、要するに遺伝子同士のネットワーク推定というよりは、遺伝子、大量のデータからのネットワーク構造を推定することを主な目的としていますので、最初にクラスタリングを行いますよ。デフォルトのままだとクラスタリング、階層的クラスタリングを行います。で、階層的クラスタリングっていうのは、全ての遺伝子間の距離が正確に分かるっていうのは最もいい点ではありますが、一つ難点があるとしたら、要するにどこで区切るのがベストかっていうのが分からない。それに対しては、多重線形回帰かな、あ、違う、何だったっけ、ごめんなさい、ちょっと忘れたけど、それで使える VIF っていう値を使います。で、まあいいや、VIF っていうのを使って、クラスター数を勝手に決めます。パラメーターで与えて、で、最終的にグラフィカルガウシアンモデルでネットワーク推定を行うという流れだけ一応ちょっと覚えておいていただけたらいいと思います。ということで、実際解析いきたいと思います。フロントページで、まずプロセージはここにエイジアンによってできる解析を書いてます。先ほど言いましたように、カルキュレート、コリレーション、コエフィシエント、相関係数、マトリックスだから、データから相関係数出したいなっていう時だけでも使えるようになってます。で、階層的クラスタリングも、先ほど何個か言いましたが、いろんなパラメータがあります。距離係数を求める求め方、それからクラスター化法という、シングルリンケージとかコンプリートリンケージ言いましたが、そういうのも、いろいろな方法で、できるようになっています。で、クラスターの数を決めて、グラフィカガウシアンモデルをやると。で、これバージョン情報ですが、まあ、正直2005年、あ、じゃない、2007年ですか、にある程度バージョンきれいにした後、そんなにもうコンプリートしちゃったもんなんで、直してないというのが実情です。で、解析への実行ボタンということで、これを押してください。いいですかね。そうすると、まずデータインポートパートというのが、上部、上の方に出てくると思います。
これ1個ずつ見ていきますと、この上の一番ここですね、これは4つの部分、先ほど言いましたように、まずコリレーション、相関係数を計算する、それからクラスタリングをする、でクラスター数を決定する、 GG あのネットワークを推定する、4つのパートに分かれてます。大きくその4つパートをそれぞれ別個にやりたいなと。とりあえずこの与えたデータに対してクラスタリングだけしたい、与えたデータに対してクラスターの数だけ決定したい、まあクラスタリングしないとクラスターの数決定するものではないんですが、クラスターだけやりたいとか、与えたものに対して相関係数だけ出してばいいよと、ネットワークまでしなくていいよ、クラスタリングもしなくていいよっていう場合は、1番だけ押せばいい。だからこう 別個にやりたい場合はここを押してください。で今は全てをやりたいという仮定をのもとでやりますね。そうするとパフォームエージェント、その下になりますね、になります。でアウトラインがバーッと書いてあって、プロセジャーでインプットローデータ、ここで参照の部分を押して、アップロード、データをアップロードしてください。でデータは、デスクトップにあると思うんで、座っていいですか、アナライズして、でデスクトップに eCoriSOS100GCSV と eCori100GTEXT っていうのがあると思うんですが、どっちでもいいです。 CSV だとカンマ区切りだし、テキストだとタブ区切りになってます。でまあじゃあテキストを入れてもらって、ちょっとデスクトップに戻って、eCoriのこの CSV の方を開いてほしいんですが、下 Excel が上がると思うんですが、データフォーマットこうなってます。本当のあのマイクロアレイのデータで、SOS 関連の、実験に十何個かな、ちょっと数覚えてるんですけど、実験15個で遺伝子数100で、与えるデータで注意してほしいのは、ファーストカラムに遺伝子を入れても入れなくてもそれはいいんですが、この一番上の列に実験情報っていうのは入れないでください。それを入れるとちょっとおかしな結果が出ます。なんでやる場合はこういうふうに、いきなり遺伝子がザーッと始まって、いきなりデータがあるというような形にしていただくといいですかね。でこういうデータで、今参照から言ったのがテキスト、まあ、あとは CSV どっちでもいいです。それを入れていただいて、アップロードする。で自分が選んだローデータフォーマットが CSV かタブファイル、テキストの場合はタブファイル、 CSV だったら、どっちかをポッチしてくださいね。今テキストなのでタブファイルします。で今回ローデータインクルードラベルアットファーストカラムですよね。だからこれはローデータにファーストカラムにあの遺伝子情報入ってますよ。これをクリックします。いませんか、大丈夫ですかね。だからあのファーストカラムはいいんですけど、ファースト行ローですね、ローはやめてくださいね。で基本的にはこれだけです。で、リサルトですが、注意、普通は E メールでやってください。UIE メールアドレスでやって、E メールでやると、あなたの、ジョブのナンバーは何番ですよっていうデータが送られてきて、それに対して、なんていうんですか、セキュリティの、暗号が送られてきます。数字の羅列した。で、大体、もし、実験の方とか、もしくは、企業の方使われる場合、よくあるのは、実際にネットワーク推定は移動されますか。ネットワーク推定はされるけども、そのデータが外に漏れたら大変困る、不都合であるということを考えて、基本的には E メールだとそのセキュリティはちゃんとしています。 E メールだとその人しかアクセスできないようなところにデータを保管する。でその人がもういらなくなったらどんどん消していけるというふうにしています。が今回はまあインタラクティブで、実際にその E メールとかじゃないので、でサブミットを押すわけですが、ちょっと待ってくださいね。まあこういうふうにいろいろ書いてますね。だからでいろんなデータのフォーマットがあって、 CSV タブがあって、インタラクティブと E メールがあって、サブミットボタンがあると。
でその下の方にちょっと見てください。そうするとオプショナルパートっていうのがあっていろいろあります。これが実際にネットワークスイートを行う場合にこんだけのパラメーターを、決めることができると。1つ目がこれはコリレーションコエフィシエント、相関係数をどういうタイプの相関係数を出しますかという、タイプです。いいですかね。で次がクラスタリングです。勝手に進む。で、クラスタリングの、メトリックスメソッド、先ほど言いましたように UPGMA って今なってますが、ちょっとあれで見ていただいた方が、ネットの方で見ていただいた方が分かると思うんですが、 UPGMA 以外にもさっき言いましたシングルリンケージだ、コンプリートリンケージ、 UPGMA もいろんな種類あって、まあこれは知ってる、自分が好きなのでやればいいし、別にそのこれでなきゃいけないという絶対論、絶対的なあれってないんですよね。もう自分が欲しい結果もしくは解析に適した方法というのはどれか正しいかわからない、本当神様しか知らない部分なので、それはいろいろ試してみるというのがベストかと思います。で距離なんですが、ちょっと先ほど質問あったんですが、ユークリアンディスタンスであったり、このユークリアンディスタンス、ビトゥインコリレーションコエフィシエントってデフォルトはこうなってますっていうのが、マイクロアレイのデータ普通に入れた場合、発現地でこう触れすぎてる場合、どう考えてもこれはアウトライヤーだろう、外れ値だろうっていうものが含まれていることは多々あります。でもし普通 の, ユークリッド距離だったら、そういうアウトライヤー1万とか2万とかいう値に引っ張られるんですよね。で本当はそれは1回だけ のミスデータなんだけども、あまりにもデータのオーダーが大きすぎてそっちに引っ張られるっていう傾向があるので、そういうのをなくすために、相関係数間のユークリッド距離ということにしています、このツール上は。しかし人によっては、いや普通にユークリッド距離が知りたいんだと、そんな変なアウトライヤーを全部外してるからユークリッド距離知りたいという場合はこっちにしてもらえばいいし、いやもう普通に相関係数でむしろ距離を知りたいんだと、相関係数の近さを知りたいんだという場合はこの相関係数でやってください。相関係数でやってください。で、次のスレッシュホールドオブマルチコリライナリティ、これ VIF、 これは10ってデフォルトしてます。これも全く絶対に正しい値というのはありません。もうこれはもう統計的にないんです。で経験的に10だと今まで一番よく分かれてますね。クラスタリングで 10VIF っていう値が10ぐらいにしてると、まあいいよね今までっていうレベルでしかないんです。だから解析の結果を見て、いやこれちょっとおかしいよ、どう考えても VIF もっと上げた方がいいよっていうふうになれば、もっとクラスター数減らした方がいいよ、もっと増やした方がいいよってなれば VIF を上げてください。であまりにもクラスターが小さくないすぎて、これじゃあグループが全然されてないよっていうことになれば VIF を下げてください。そうするとできるだけクラスターが VIF を下げるとクラスターが大きくなります。一つのクラスターの中に入ってくる遺伝子数が大きくなる。 VIF を下げると下げるとですね、 VIF の値を20、30にすると、クラスターの数が増え、ちょっと待ってください、今度は VIF を上げるとクラスター数が増えますということです。VIF の数と、クラスター数が連動してます。で、まあ、このクライテリオンデビアンスっていうのは何パーセントであれするかっていう話、まあ、これはあまり今関係ないです。で、もう次、セレクトコンティニアステップで、先ほど言いました4つのステップのうち、連続して1、2、3だけ行いたいなとか、パートごと、パート1だけやりたい、パート2だけやりたいという場合は一番上でやってください。で、連続して1、2だけやりたいなという場合も考えて、1、2、1から1、2まで、1、2、3まで、1、2、3まで。まあでデフォルトそれぞれ決まってます。でデフォルトの場合良ければもうそのまま上のサブミットっていうボタンを押してください。そこのサブミットでもいいし、ここのサブミットでもいいし、上のインタラクティブにした後、インタラクティブにしてくださいに、ね、E メールしたら今見えないので、このままサブミットボタンを押していただいたらいいかなと。ちょっと時間かかります。でその間に先ほどのパラメーターのところさらに詳しく説明しますが、 H のパラメーターこんだけ使ってます。まず先ほど言いましたようにコリレーションコエフィシエント、通常相関係数を出すときピアソン の相関係数というぐらいで、デフォルトではピアソンになっています。ただしマイクロアレイの場合、マイクロアレイデータの場合、スタンフォードじゃないかな、今アイゼンのコリレーションコエフィシエントという、係数もありますので、これを使った方がいい、特にアレイデータトランスクリプトームの場合はこっちがいい場合は、こっちを使ってくださいというふうにもできます。こっちを使うというふうにもできます。もう一つは剣道図のランクコリレーションで、
ランクコリレーションってね、ちょっと日本語がちょっと出ません、すみません。で、ケンドールの相関係数も、使うことができます。これは数値同士の距離相関係数類似度ではなくて、数値の並びですね。1番2番数字に数値に1番高い2番目に高い3番目数値にランクをつけて、その並び方がどれだけ似ているかっていうのを示すのがケンドールランクコリレーションになります。で、クラスタリングのプロセジャーです。先ほど言いましたが、メトリックっていうのは距離の出し方ですね。距離の出し方で、デフォルトではその外れ値の情報を得ないためにユークリアンディスタンスビトゥインコリレーションコエフィシエントになっています。それ以外にもユークリアンディスタンスビトゥインローバリューだから通常の数値のユークリアンディスタンスもありますし、あとアイゼンのディスタンスっていうのもあります。で、プロセジャーの方ですが、ヒエラルカルクラスタリング、階層的クラスタリングを行う上で、あれですね、デフォルトで UPGMA、先ほど言いましたね、UPGMA、それ以外にシンクルリンケージ、最短、一番短いものを取ってくる方法、コンプリートリンケージ、一番長いのを取ってくる方法、他に UPGMC とか、まあ、この辺はウェイトつけるとかつけないとか、まあ、いろいろやってみて、これが一番正しかったよっていうのが正しいんだと思います、本当にこれは。で、オード法があります。で、マルチコライテがさっき言った VIF の値ですね。っていう感じです。でもう結果出てると思うんで、結果のところに行ってみてほしいんですが、それで、こうですね、一番上、ここにパラメータデシジョンっていう結果のサイトで、パラメータデシジョン、一番、デスクリプション、ごめんなさい、デシジョンじゃなくて、パラメータのデスクリプション、自分がどういうパラメータで、解析を行ったかっていう確認の部分が出てきます。で、上一番上が、相関係数で、その下3つ、ヒエラルカルクラスタリング、ヒエラルカルクラスタリングでバーって出てますね。が、クラスタリングの結果になります。で、その次2つ、クラスターバンダリーっていうのが2つあって、これが、クラスターの分類、どこで分類したかっていう話になってます。で、最後にネットワーク推定になります。では、一番上から、コリレーションコイ、あ、クリックしてくださいね。コリレーションコエフィシエントマトリックスっていうのを見るともうこういうのが出てきてると思います。出てきてない人は言ってくださいね。もしくはこの画面がもう全く違うっていうたまにあるんで、データがちゃんと読み込めてなかったり CSV とタブを間違えてたりするとこの画面になってないはずなんで、そういう場合言ってください。もし問題なければこのサイトこの画面になってるはずです。大丈夫ですかね。で、じゃあ一番上見るとまあ、コリレーションコエフィシエントでこういうふうになってくると。今100遺伝子のデータを読ませてますので 100×100 の相関係数行列 100×100 の行列が出てるはずです。ずらーっと見てみてください。あれは出てません。要素の名前はですから、これを自分でExcelとかに落とすなりなんなりしてまたペタッと貼り付ける。ちょっと相関係数使うときはめんどくさいかもしれないですけど、そうしてください。で、次、ヒエラルカルクラスタリング、これを見てください。そうすると、全くもって、これ何を示しているかわけわかんないリストが出てきたと思います。よろしいですかね。これですが、何を示しているかというと、あら、これ、この一番上みたいな91と95の距離、先ほど言った距離、相関係数のユークリッド距離っていうのを示しています。で、これでわかるのは、100個の遺伝子ありましたよね。100個、一番最初に読ませて 100×15 の遺伝子の100個のうちの91番目と95番目のデータ間が一番距離が近いですよという結果です。だから階層的クラスタリングというか全ての遺伝子間の距離が出てるわけですね。だから一番近いのはこの2つ、その次はこの2つという情報がバーッと出てます。よろしいですかね。で、ちょっと飛ばしましたけど、ここのヒエラルカルクラスタリングのトリービューってありますよね。GTR、CDT。ちょっと飛ばしましたけど、今回。これはですね、先ほど講義の方でやった、スタンフォードが開発したツール、トリービューってありました、クラスタリングの。あれで、そのヒエラルカルクラスタリングの結果を読ませたい場合、あれは見える、ビューアーなんで、それ用のデータファイルです。だから人間様が見てもちょっと分かんないって。そのツールに与えてやる。GTR と CDT をそのツールに与えてやると、そのツールがとてもきれいに見せてくれるというツールです。
で、別にまあそのトリビューをわざわざ使わなくてもこちらでも一応デンドログラムは出ますので出したのがこちらになります。あですね、よろしいですか。こういうふうになります。ちょっと見えにくいですが91と95、あ、分かんないか、あのデンドログラム上ではもうちゃんとあの遺伝子名が出てると思います。これが、階層的クラスタリングの結果です。よろしいですかね。この結果出てますよね、ヒストグラムで。でヒストグラムで、まあ、実際これでどこを切ればいいんだろうって、こういくつ分かるけど、あのクラスタ階層的クラスタリングができてもここで切るのとここで切るのがいいのか、それともここに分けて大きく2つのグループに分けた方がいいのか、ここでやったら 1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいですし、ここで分けたらもう何十個出てきますよね。もっと下で分けたら本当何十個ってクラスターができてくる。どこで分けるのが一番統計的にいいのかというのを見ていくのが次です、クラスターバウンダリーって。で、その結果これを出してみるとこのような、結果になっていると思います。でこれいろいろなんかまた数値とかわけのわかんないものが出てるなと思うんですが、よくよく見るとすごく単純でこの3つしかないんですよ。で一番上のオプティマムクラスター、最適なクラスターですね、最適なクラスター数を出してるだけです。これはだからデータによっては12個じゃなくて20個の場合もあるし3個の場合もある。今回のデータでは100個の遺伝子を12個のクラスターに分けるのが最適ですよっていうだけです。でその後ちょっと今こっちにしますが、ここにクラスターネーム、サイズってありますよね。ここにもあります。クラスターネーム、サイズ。これは各クラスターの内容の一番上にあるところで、だからここずっと1が続いてここ2になってますよね。その時にサイズっていうのは、これはクラスター2の中に入っている遺伝子が7個ですよと。だからクラスター1の場合はこのクラスターネーム1の時に、サイズ20。クラスター1に入っている遺伝子数は20個ですよと。っていうふうになってます。で、その後クラスターネームメンバー、これは、そのメンバーの、番号、これまた1に 何番で書いてあるんですけども、これ要するにあの最初に与えたリストの何行目のデータ、要するに1番目だったら1番目の遺伝子、6番目だったら6番目の遺伝子、それが全部書いてます。人によっては自分でパールスクリプトを書いたり、まあ、C でも何でもいいんですがスクリプトを書く人だったら下手にあの絵だけで出すよりもこういう、ね、テキストファイルの方が使いやすい場合があるんでこういうフォーマットにしています。もちろんこれはあのそういう場合用 あのファイルですね、クラスターバウンダリーで。次じゃあ あまりにも不親切ですよね、それじゃあ。で実際にデンドログラムで示したのがこちらになります。これで見ると赤い線、要するにクラスターの区切り線はここで示すのがベストですよという赤い線をもう示しています。でここで分けたらさっきの言ったあの12個に分かれていると。で、隣接する異なったクラスターは文字の色を赤と青で分けている。だから 赤がこういうふうに離れてるからこの赤は一緒だっていうわけじゃないんですよ。あの隣接してるから区別をつけるために赤青に順番に並べてるだけで、これこの赤の1群が1つのクラスター、青の1群が1つのクラスターっていうだけで、だけです。でこの赤のところこう赤と青を分けてるのがここで、青と赤、あ次の青と赤を分けてるのがここで、実際にこのクラスタリングのここで分かれてますよね。で、まあこういうふうに3つちゃんと分かれてると、ここで線を引くとこの部分この部分この部分と、でそれがちゃんとクラスタリングになってる。よろしいですかね。であのこのあと遺伝子の後ろ側にこう過去して数値ありますよね。それは先ほど あのクラスターのあのテキストファイルありましたよね、クラスターバウンダリーの。あのファイル上でクラスター1とかクラスター2とか分けてましたよね。その、あのクラスターの番号です。よろしいですか。で、どんどんいきましょう。で、今度はクラスターにしたので、今度はそのクラスターの中の、クラスターの代表値としてアベレージを出しています。でそのアベレージ同士クラスター間の相関係数というのを出します。これはちょっとあの今回説明していませんが、グラフィカガウシアンモデリングでネットワーク推定を行う上でどうしてもちょっと必要な過程で、まあ、人によってはクラスター間のそのクラスターとあの別のクラスターの遺伝子群がどういうふうに似ているか、どういうふうな相関係数を持っているかというのを見たいと思うので出しています。まあそれがこれですね。で今回12クラスターなので 12×12 になっているはずです。で相関係数、
で、先ほどの講義の時ちょっと思い出してほしいんですが、グラフィカガウシャンモデルの場合は相関係数から計算される変相関係数を求めますと言いました。変相関係数で直接的なインタラクションを見ることができるということで、次グラフィカモデルマトリックス、これ変相関係数行列です。これが変相、先ほどの相関係数行列、これからその逆行列を計算して出したものが変相関係数行列で、同じように 12×12 なんですが、これはこの12クラスター間の直接的な関連性だけを示しています。だから先ほど相関係数だと間接的な関連構造も出てったけど、これで直接的な関連構造だけ出てきている。さらに数値として値がありますから、その強さっていうのが分かりますね。相関係数が 0.8 と 0.2 はどっちが強いって言われた時、 0.8 が強いって分かりますよね。変相関係数も全く同じで、マイナス1から1までの値を取りますが、絶対値が大きいほど強い、関連構造を持っているというふうに言います。という話です。で、変相関係数行列の場合は対角要素がマイナス1になっているというのがちょっと特徴的です。相関係数の場合は、こうやって対角要素1ですが、変相関の場合はマイナス1になっているというふうになっています。はい、続いて一番楽しいこのグラフの部分になります。で、グラフというのを押さえしていただくと、これが出るはずなんですが、大丈夫ですかね。Java のバージョンとか多分大丈夫だと思うんですけど。大丈夫ですか。出てない方いらっしゃいます。大丈夫ですよね。で、書いてありますように、ちょっと起き上がるまでにしましょう。これはその 12個四角があって、で、12クラスター間のネットワーク構造を示しています。まあ、これ見たらほとんど全部の間にネットワーク構造今回引かれちゃってますけども、で、GGM に、まあ、普通ならばもうちょっとスパース、もうちょっとですよ、スパースにはなると思うんですが、ちょっとデータ数が15と少なかったので、全部引かれちゃったような気がします。で、 GGM によって変相関係数の値が0になっているクラスター間にはエッジが引かれています。で、変相関係数の値が正の場合は赤いエッジ、負の場合は青いエッジ。要するに正の直接的なインタラクションか負の直接的なインタラクションかとの区別がつくようになっているというふうになっています。それで、次ですが、このクラスターをダブルクリックしてください。そうするとクラスターの構成要素が別ウィンドウで現れます。こうなってきて、これをダブルクリックすると出てきますよね。まあ、こうやって何個でも出すことはできるんですが、こうやって、あ、いかん。だから全部をそれぞれ見ることもできる。例えば、まあ、1がとても重要な位置にあったとする。ネットワークバーッと見たときに、すべてのクラスターが1に集中しているような、ネットワーク構造の中心に1があるような場合、この1何が入っているのかなと。いちいちその前の、ファイルに戻ってですね、ここら、あ、違う、あ、いいや、結果の、どこでしたっけ、結果の、ここ、あ、これか、このページに戻って、このページに戻って、ここから、いちいち、クラスター、なんだったっけっていうのまでやんなくても、その場でその中に入っているクラスターの中に入っているリストを得ることができます。ですね。で、次はここをクリックしてください。そうすると全てのエッジの値が出てきます。全てのこれ変相関係数の値ですから、全てのエッジに数値データ量重さと言っても何でもいいんですが、強さっていうものが数値として与えられています。これを押すと、この数値変相関係数の値が表示されます。で、いくらでもこれ全部引きすぎですよね。ということで、ここその数値を出したまま、ここに 0.5 何でもいいです、 0.3 でも好きな値でいいんですが、とりあえず 0.5 を入れてみてください。 0.5 を入れて、次これを押してください。そうするとその値以上のエッジだけが出てくるはずです。よろしいですかね。そうすることによって、
いや、正直、グラフィカ会社モデリングでやると、今回も特にそうなんですが、結果のとこ見ていただいたら、気づいた方いらっしゃいますかね。ここ、0.001 とか、ものすごく細かい、これですね。この0.001、これ本来もう0にしちゃっていいはずなのに、ちょっと、どうしてもそこをゼロにするとどうしてもモデルとして成り立たないみたいな感じで、どうしてもそういう値が出ちゃうんですよ。そういうのはで線引いちゃったこともあるし、0.198とか、そのほとんどもう弱いですよね。クラスター間のつながりとしては相関があるとは言えないので、そういう場合用に、ここに、0.5って入れて、これをやると0.5、絶対値で0.5以上のものです。だからプラス0.5より大きいもの、マイナス0.5より小さいものになります。で、もう一つ注意なんですが、これにやった後これ消すことはできます。けれども、例えば、リセット。で、最初の状態ですね。このままで、例えば、ここ0.5って入れてやってもダメなんですよ。エッジのバリューをまず読ませてください。やる場合はエッジのバリューを全部表示した後でこれをやるとできます。で、どうしても消したかったらこれで1回スレッシュホールドで、切った後で消してください。そうしないと効きませんので、ちょっとなんでこういう作りにしたって言ったらちょっと痛いところなんですが、そうなってます。で、次、0.5にしましたと。で、0.5で、その次、ちょっと0.7にしてみてください。それを0.7にすると、その元のやつから変わった、それよりまたスパースになっていくと。どんどんやっていくと0.8にすると一気に減るのが見えると思うんで、0.7より大きいと、こう0.8にすると一気に、0.7ぐらいで、よろしいですかね。問題ないですかね、動作として。で、こうやってやると減ってきますよね。で、よろしいですか。0.7、こうやって自分の好きな値、その相関係数の T 検定とかありますんで、よくやるのが、相関係数の中でも、あるクラスターの数、ある要素の数の中で、あるデータポイント数があった場合、その中で95%、あ、ごめんなさい、5%優位で強い相関っていうのは値なんぼかっていうのはあるんですよ。0.7とか8とか。計算式で出せますし、簡単な計算式で出ます。で、それをもとに、このクラスター数でデータ数が30だ40だっていう場合は、自由度何の、何パーセントで、強い相関っていうのは5%優位で強い相関っていうのは0.8以上ですね。そういうのを計算して自分で出して、これを、打ち込んで、それ要するにより強い、よりあり得る関係性っていうだけを抽出するということができます。これを使うことによって。で、次、今サークルになってますよね、基本的に。この辺の、レイアウトもいろいろ変えれます。ヒエラルカにしたければ、これなぜかこういうふうになってしまうんで、ちっちゃくなっちゃうんであれなんですけど、大きくしたかったらこのプラスを押してみるとかすれば、全体像を出そうとするんで、階層的に表そうとすると、要するにネットワーク構造を持ってる部分だけにではなくて、そこから外れた部分、外れたクラスターも表そうとする、全体像の中に入れようとしてくるんで、どうしてもちっちゃくなっちゃうんですよね。一つが、他のはここにあると、第一階層にあるわけじゃないですか。だからこの4つを並べちゃって、この6からつながるところだけを階層にしてしまう。で、一つ注意点です。このグラフィカ・ガウシャンモデリングで出してくるネットワーク構造というのは矢印を持ってません。ダイレクションを持ってませんので、この階層構造っていうのは、配置として最適な、階層構造としての配置を最適にしただけのものです。実際に生物学的にこの階層で流れているとか、この上から下に向かう、もしくは下から上でもいいんですけど、上から下に向かう流れで、ネットワーク制御関係が起こっているわけではありません。グラフィカガウシャンモデリングは相互作用は見せますけれども、ある A が B を制御しているというダイレクションはないです。なので、そこは実際に研究する人何何なりが、これを矢印を自分で考える、もしくは推定するっていうところになります。
で、まあ人によってはどういう、どんどん小さくなるんですけど、一回リセットして、まあどんどん大きくしてもいいんですけど、この状態だと全てがつながってるんで、クラスタリングにするとまたこういう、ごめんなさい、ヒエラカル階層構造にするとまた不思議な感じになりますよね。まあこう実際にこれはレイアウトのグラフィックのレイアウト のアルゴリズムらしくて、ちょっと私この辺知らないんですが、さまざまな、こんぐらいあれば一番見やすいのはどれかあるだろうということで、ちょっとこの辺作ってもらったものなんで、すいませんですね、トリーとかで、まあこういうなんかすごく綺麗です、分かりやすいですが、ツリー構造とかになってますと、まあ以上な感じなんですが、あ、そうだ、あともう一つ、なんだかんだこうやって自分で写すこと、移動することもできますんで、実際に解析する場合に、自分でこうやって移動したりなんだりっていうのも一応できます。で、実際に推定されたネットワークでここのレイアウトだけじゃなくて自分で配置をしてもらうのもいいかと思います。で、以上でのそのツールの自体の基本的な動作説明終わりなんで、次はもう一回これ一回消して、今度はアナライシスの方で先ほど使った別のバージョン、 CSV 使われた方はテキストの方で、テキスト使われた方はタブ入れてもらって、テキスト使われた方は CSV 入れてもらって、同じでいいんですが、今度こちらをちょっと変えてみてほしいんですよ。もしあれだったら消さなくてもいいです。で、実際にこれをピアソンのコリレーションコエフィシエントではなくてケンドールにしてもいいし、ここ変えてもいいです。で、メトリックの方をユークリディアンディスタンスにしてください。そうするとガラッと変わります、結果が。で、UPGMA をオード法にしてもあんまり変わらないですが、シングルなりコンプリートにするとまたクラスタリングの結果がガラッと変わってきます。ちょっとその辺を試してもらってですね、クラスタリングなり、その GGM 自体、クラスタリングまでが結構重要で、そこでどういうふうな分け方になるかっていうので、だいぶネットワークっていうかデータの解釈が変わってくる。で、そこはインフォマティシャンがやらなきゃいけない部分だということをちょっと理解していただけたらいいかなというふうに思います。ということで、あとは自分でやっていただく話なんで、やっていただいてもいいですし、なんか質問あれば今お願いします。動かないとかもあれば。あとこれ一応作った時はマイクロアレイのデータ解析用に作ってますけど、基本的に数値データであれば何でも解析できますので、別にその実際使われている方だと有機物の中の数値データを関連構造調べるとか、あと分子間のエネルギー計算じゃなしに、なんか分子間の距離っていうか、ちょっと よく使われ、ちょっと聞いただけなんであれなんですけど、その直接的なインタラクションを推定する変相関係数から出してくるっていうのがメインなわけで、別にこれをマイクロアレイだけではなくて他のデータ、他の生物学データにももちろん使えますので、そういうふうに使用されている方も多いみたいです。で、質問とかなければ練習の方はあとはこれで終わりにしたいと思います。